さあ皆さん始まりました。10月の5日、今が16時34分、いつも通りマーケットの分析始めるんだけども、今日日経平均550円ぐらい上昇ですね。まあ昨晩米国株、民間雇用統計が市場層を下回ったので、上げましたと、米株が。その流れで日本株も自立反発入ってきてるような形なんだけども、今日ね、一応買いの手僕も入れてはいるんですよね。ただし、これが本当に上昇につながるかどうかっていうところに関して、まだ決定的な、サインが入っていないので、そこ待ちなのかなっていうふうには思ってます。で、海外投資家もね、また日本株大量に売ってきてるよっていうデータも最新のデータに出てきてるので、なのでそこの状況のアップデートを全体的にやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできているので、そこあたりを踏まえた上でこれからの話よかったら参考にしてみてください。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやっているので、もし興味がある人がいたらね、今6ヶ月に 10% オフクーポンが出ているので、もしよかったら使ってくださいという流れの中で、さあやっていこうか日経平均。上がったんだよね、今日548円高。で、僕もその、よりなりで日本株買い向かったんですけど、買おうと思ってた銘柄があったので、とりあえず打診から入った感じなんですよね。言うて6銘柄ぐらいちょっと拾ったんですけどね。で、パラボリック、このドットチャートは日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成。ストキャスティックスは売られすぎで RSI が若干切り上がってる。で、MACD に関してはまだ青のラインとオレンジのラインが鋭角に切り下がってるので、まだ下落トレンドではあるんですよね。で、ポイントとなるのがやっぱし100日移動平均線、この黄色のラインと50日この青のライン、25日黄色のライン、75日の、まとめたデッドクロス形成が近々入りそうな形ではあるんですよ。で、今日の上昇に関してはここの窓埋めですよね、空間、はい、空いてたんでそれを埋めるような形での自立反発が入っただけなんだよね。で、昨日とか、最近皆さんに話してるんですけど、このラインですよね。日経平均の理論値。はい。見てほしいんだけども、PR14.5倍の理論値が3153円。で、200日移動平均線ラインもそこあたりです。で、もしね、その自立反発が一旦入るなら、ここあたりだよねっていうのを話していた段階で、昨日アメリカの民間雇用統計が市場予想を下回ってきて、雇用が弱いっていうデータが出た。アメリカの金利が低下で、米国株上昇。その流れで日本株上がるっていうところで、一応その、買いの手は入れてるんだよね。ただ本当にさっきも言った通り、ここでボトムを取って V 字で回復してくるかどうかっていうと、まだちょっとね、根拠が薄いよねっていうところはあるんですよね。で、決定的なサインは前から言っているあのテクニカルの下落トレンド入りなので、そこはね、みんなしっかりと把握しておいてほしいんですけど、後ほどそれに関してはもっと詳しく話しますよ。で、想定している軌道は一応これ、これ一応適当に引いてるんだけども、昨年末と同じような感じですよね。一旦上がって下がって、で、また上がって年末安みたいな。こういったパターンを一応想定はしています。一旦自立反発はどっかで入るとは思うんだよね。もう暴落っていう暴落で大きく下がるんじゃなくて。で、それが、もし入るとするなら、ここ。で、もし逆行くんやったらすぐに切らないといけないねっていう、形ではあるんだけども、まだ窓埋め全部してないですからね。ここの窓埋めとかもしてませんから。はい。で、PR14.5倍の理論値、15倍が 31,192 円です。で、これね、PR15.5 が 32,232 円なんだけど、この4と5とか3に関しても、だいたい適当に引いてるだけなんで、あくまでもイメージをつかむためというところで覚えておいてほしいかな。もしかするとこういう形になるかもしれないし、これがこうなるかもしれないし、ここで止まって上がるかもしれないし。はい。とりあえず年末安への軌道っていうところを分かりやすくするために、こんな形で書いてる。で、なぜなのかっていうのは前から言ってる通り、6月、7月、高値ですね、日経平均。そこから半年後が年末なんですよ。信用取引で、高値で買った人たちは、半年後には必ず売らないといけないんですね。強制決済。はい。なので、ここでの投げ売りが入りやすいよね。プラス、損益通算最終月なので、はい、税制上の売りも12月出やすいわけですよ。ということは、信用の投げ売り、税制上の売り、
ですね。それがまとめてくるということで、年末安になりやすいのかなっていう想定をしている。クリスマスラリーも物価が高い段階でそこまで期待することできないと思ってるから、はい。で、昨年のね、動き方を見てほしいんですよね。一旦下がって、で、10月、11月ぐらいに上がって、そこからまた下げてるじゃないですか。イメージしてるのは一旦こういった形なんですよ。この時も去年も信用の改ざんがすっごい多くて、年末に投げ売りが出たんですよね。特に年末に向かって下がっていった需給の悪い銘柄は年末にもう一段安してるんですよ。で、そこから年始以降に上がってる。いや、そのバーゲンセールだったんでね。はい。売られすぎの水準からさらに売り込まれて、適正価格が売り込まれていたものが、さらに税制上の売り、信用の投げ売りで売り込まれて、ものすごい安くなったんですよ。割安になった。で、それがね、今こういった風に上がってってるような形なんだけども、そういった流れがおそらく年末年始来るかなと一部銘柄で思ってるので、ここはバーゲンセールまた来るんじゃないのワンチャンという風に思って一応準備はしています。はい。準備はしています。そこはね、しっかりと抑えておいてほしいかな。うん、で、あとはね、まあ一応今の下落に関しても想定内ではあるんだけれども、じゃあ、そこの理論値のところであったりとか、その他のデータを見ていきましょう。一旦、この今回の下げに関してはもう想定内なんでね。はい。いつのタイミングで下がってくるかっていうのも、ドンピシャで当たったんで、よかったんだけど、ただね、やっぱり損失増えちゃってる人増えてるからね。そこがね、どうしてもあれだよね。うん、きついよね。で、このチャートを見てほしいんですけど、10月4日時点ですね。この時点での日経平均の一株当たり利益が 2079.49 円なんですよ。で、ここから求められる日経平均の理論値は、さっきの2079円かけることの PR14.5 をしてもらうと、さっきのライン、31,53 円というラインが出てくるんですよ。で、PR15 倍をかけてもらうと、31,192、15.5 倍が32,232、PR16 倍が33,272円だよっていうのが出てくる。で、日経平均っていうのは、過去の推移を見ると PR11 倍から16倍のレンジ内での動きです。大体ね、過去の経験則で言って。PR16 倍にタッチしたら過熱気味でそこを天井として下げやすい。PR11 倍まで下げた場合は、そこあたりをボトムとして反転上昇を将来的にしやすいよっていうのが期待値としてある。傾向としてあります。なので、PR16 倍に関しては、僕もともと高いと思ってたんで、タッチした段階でも替えの手をストップして、どっちかっていうと売ってたんですよね。だから薄利のものは特に中心的に売ってて、ポジション整理して、今回の下落に備えていたので、はい。まあ、大きなね、下落に巻き込まれずに済んだんだけども、ただね、さすがにね、含み益はね、減ってはいるんですよ。で、そこで、デイトレとかで取り戻したりとか、あとは何て言うのかな。普通に強い銘柄があったんで、それで、マーケットよりもパフォーマンスが良かったりとかね。してはいるんだけども、ただ全体的なとこで言うとね、今日はうまく、はい、できたんじゃないかなというふうには思います。デイトレも今日いい銘柄見つけたんで、比較的朝一番ぐらいにもう取れたし、まあそれ以降してないんですけどね、どっちかっていうと、その他の銘柄につきっきりだったんで、うん。やっぱし、なんていうかな、買い向かおうと思ってたんでね、今日の動きを見ずに。うん、寄り付き前から。だからそっちの方に注力してたんですよ。ほぼすべて。新規のその打診買いっていうところに。だから今日はデイトレはそんなにやってない。で、うまくね、仕込むことができたので、新しい銘柄をですね、含み益 3,4% ぐらいある銘柄も今日あるし、買ったばっかしてますね。うん。だからね、そこをね、今後どう伸ばしていこうかなっていうふうに思ってる段階かな。うん、思ってる段階かな。そんな感じですね。そんな感じですね。上がってくれたら嬉しいんですけどね。うん。で、ちなみにその、買ったことに関しては、場中に X にポストはしています。まあ、これがね、本当にね、当たってほしいなっていうふうには思うんだけど、僕はこうしたよっていうのは、場中に、これ、僕の今日のツイッターなんですけど、X の画像なんですけど、はい。これが9時44分ですね。打診買いしてみたらダメなら即切りますみたいな感じで今日 X でポストしてます。はい。ポストしてます。なので、X の方で一応いろいろと情報とかも投稿しているので、よかったらそっちの方もまだフォローしてない方がいたら、フォローしとってもらえたらなというふうに思いますね。はい。まあ今日ね、買ってね、
単日売り越しても利益は一応出てるからね。で、そこから持ち越すかどうかはもう人それぞれなんだけど、一応、損切りありきで、僕は、少し勝負っていうか、まあ、打診買いから入ったって感じかな。後輩と銘柄が、欲しい銘柄があったんで、で、相当暴落してたんですよ、直近。で、それを安いところで、まあ、拾おうと思って我慢してたやつを、今日のタイミングでちょっと買いの手を入れたっていう感じかな。はい。そんな感じです。で、その他のデータとかも見ていくんだけども、今日経平均の理論値、こうやって求めるよって話したじゃないですか。で、海外投資家の動向の最新のデータが出てきてるんですよ。はい。9月の29日の週、海外投資家、現金部分で、日本株を776億円売り越しです。あれれ、前週9000億相当売ってたのに、776億、はい。異常に少なくなってんじゃないかって思う人いると思うんですけど、実はこれには裏があるんですよ。後ほど話しますけど。で、個人投資家、連続で買い越し、5734億。信用現物で高値掴みですね。現物で3000億、信用で2000億円相当。まあ、合計5700買ってるんだけど、はい。個人投資家が今回の急落、高値掴みしてます。で、9月末ギリギリに買ったってことは、これはおそらく高配当銘柄買ってますよね。うん、高配当銘柄を。権利落ち前にギリギリになって買おうと思って、現物であったり信用で買いましたっていう形の可能性があるんだけども、ただ、先月の半ばぐらいには僕はもう高配当銘柄終わりだよっていうふうには言ってたんで、もうそれを買うのは、もう遅いんで、そこから離れて他の行動しましょう。10月に向かって準備しましょうっていうふうに言ってたんで、うちのチャンネル見てる人はね、多分そこの、9月の半ばの以降、9月の15日以降の週は、配当取りを狙った買いっていうことをしてる人はほぼいなかったんじゃないかなっていうふうに思うんだけどね。わかんないけど、それに関しては、はい。個別なんで、はい。で、あと、投資信託売ってる、で、信託銀行、GPIF も、3678億の売り子、3678億の売り越しですね。年金基金は売ってます。リバランスで。まあ、25%を超えた、ポートフォリオのうち日本株25%までっていうふうに決めてるんだけど、それをオーバーした分の利益確定売りであったりとかね。ちょっと圧縮してるんですよね。資産の。リバランスに伴う売りが出ている。で、証券自己の買い越し量は大幅に減少ですね。875億かな。空売りの買い戻しを誘発するような形で、証券事故がバババってここあたりで買ってたんだけども、9月の29日の週は見事にストップしている。これが。ほぼほぼ買ってない状況ですよね。で、ここから何が見えるのかっていうところなんだけども、ここで見てほしいのが、2市場合計の信用倍率なんですよ。9月の29日の週、今週の火曜日出てたデータで見ると、7208億しかマーケット全体で売り算っていうのが入ってない状況なんですよね。前週から見ると大きく、要は減少してるんですよ。売り算が、信用の売り算が。逆に買い算が急増。まあ、高値掴みに行ってたからね。さっきの投資対別の動向を見ても買ってるんです、大量に。3.9兆ぐらい。めちゃめちゃ多いです、これ。毎回言ってる通り。売りよりも買いの方が5.32倍多くて、で、信用評価損益率がマイナス8.84%って形なんだけど、これが減ったタイミングで証券事故の買いもほぼほぼ少ない状態になってるんですよね。ということは、それ以降ちょっと売ってる可能性があるよねっていう形なんだけど、で、なぜなのか。なぜこれが、このデータが重要なのかっていうと、まず見てほしいのが、1月の27日の週から3月の10日の週、信用の売り算。その前の週から6000億円台から8000億、9000億、1兆円という形で、異常値つけるぐらい空売りが急増したんですよ。1月の27から3月の10日はね。で、4月、はい。21日から6月末にかけても、6000億、8000億、9000億、1兆。1兆はイレギュラーな数字ですね。異常値なんで、多すぎるんで。ここまで信用の売りが急増したんですよね。で、直近も信用の売り算が9600億っていうところまで積み上げられてたんだけども、ここを狙って前から言っている証券事故の買いがですね、大量に入っているような形なんですよね。1月の27日の週もここあたりバババって大量に買ってて、最終1.4兆ぐらい買ってますよ、証券事故。信用の売り算が急増してる段階で、証券事故の買いが急増してるんですよね。データを見る限りでは、空売りの買い戻しを狙って、要は空売り勢を丸焦げにしてやろうと思って、まあ、証券事故が大量の買いを入れていた試合が1月から3月。ただ、ここは海外勢は買ってません、売ってましたっていう試合。で、もう一箇所。4月の21日の週から6月末の週ですね。さっきの。そこでも証券事故大量に買ってました。空売り増えた。よっしゃ、こいつら焼いてやろう。
買いだ買いだって形で証券軸は買ってた。で、そこに海外勢も乗っかってきて大相場が形成されたのが4月から7月に、まあ6、7月にかけての動き。で、直近。証券事故買ってるけれども、海外勢は売ってる。今のここの動向っていうのは、1、3月の時と一緒なんですよ。4月から、7月に向けてみたいな海外勢の買いが入ってるっていうわけではないんだよね。じゃあ、ここを踏まえた上で日経平均のチャートを見ましょう。まあ、これちょっと繰り返しになるんだけど、これ重要なことなんで何度も言います。はい。1月から3月に向けて日経平均は2万6000から2万9000まで3000円プッシュアップしました。その後シリコンバレーバックショックでバーンと落ちて2万7000円ぐらいまで落ちましたよと。変動幅は3000円です。ここでの主役は証券事故と空売りの買い戻し。そこに単純な買いとかも乗っかってって、はい。まあ、3000円踏み上げてその後大きく下げたんだけど、で、ここ4月からの、7月から6月までの大相場、ここは空売りの買い戻しが証券事故の買いに伴って誘発されて、踏み上げられました。で、そこに海外勢であったり、個人、海外勢とかも買ってきてるんで、なのでここは2万7000円ぐらいから3万4000円までの大相場に発展したんですよ。海外勢が買ってない、買ってる。で、変動レンジが大きく違うの分かると思うんですよ。ここ短命でしたよね。ここは長生きしたじゃないですか。で、こことここの相場、今がどっちの相場と似てるのかっていうと、1、3月ですよね。なので、一旦上がって下がってるんですよ。なぜかというと、ここでの段階では海外勢売っていて、どちらかというと空売りの買い戻しが、要はマーケットのブースターとして、上昇要因として機能してたんで、ショートカバーは終了して次第終了なんですよね。で、9月の末の週までで、信用の売り算大幅に減少してるので、空売りは大幅に減ったと。要は踏み上げるための燃料が減っちゃったんですよ。なので、ここからは下がったっていう感じかな。ここからは下がったって感じかな。そこをしっかりと認識しておいてほしいですね。はい。ショートカバーっていうのは短命なんで、終わり次第やっぱすぐに下落に転じやすいというところで、いろいろとマーケット、まあ、原油がね、大きく上げたところを踏まえて、ちょっとね、弾けた感じですよね、目先ね。原油が今回起点です。急落のね、とりあえずは。で、他の日経平均のデータとかを見るんだけども、今日時点での騰落レシオの過熱感は、まだ売られすぎ感あるかな。過熱感はない。騰落レシオっていうのは、日中の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標で、120を超えると過熱気味、80を下回ると売られすぎなんですよ。で、これ25日以外のものは全部売られすぎの水準なので、短期的な自律反発が一旦入りやすいような形になってるんだよね。で、25日がただまだ売られすぎ感は出てないっていう状況かな。状況かな。まあ、とりあえずそこあたりのデータを踏まえた上で、じゃあ次に見ていくのが、はい。まあ、その前にもう一つ言わないといけない。で、さっきまあ、とりあえず年末に向かって、年末じゃなくてから9月末に向かって、海外勢が売ってたよって言ったじゃないですか、さっき。で、最終9月の29日の週には700億円相当しか売ってないよねっていう形になってるんだけども、ただ裏で実は、海外勢動いてて、こんな情報が出てきてるんですよね。現物と先物を合算すると、海外投資家は1兆6221億円だと？それだけの大量の金額を売り越したとなってます。はい。日経先物を6042億円売り越し、トピックス先物は9402億円売り越したんですよ。トピックス先物を売り越してるんですよ。日経先物よりも多く。バリュー株が大きくババカって大きく上がった形だからね。バフェット効果も消失って形で、昨日タイトルもつけましたけど、なので、高配当銘柄、まあ、バリュー株がこぞって大暴落してるっていうのが、今の試合ですよね。で、今ここの段階においても、海外勢はね、まだね、売ってると思うんだよね。まあ、もしかするとここあたり買ってるかもしれないけど、次のデータ見ないとわかんないね、それに対してはね。じゃあ、今日日経平均の上下に寄与した銘柄どこだったのっていうところも、一旦確認しようと思うんですけど、このデータですね。はい。上昇9度1位、アドバンテスト5.11%急伸して日経平均を55円相当押し上げました。2位、東京エレク、ファーストリテイリング、トヨタ、KDDI、ここあたりが急反発。で、逆に下落企業トップ、太陽誘電、リクルート、JT、日機、インペックス。ここあたりは依然としてまだ下落基調ではあるんですよね。
ただ全体的なところでいくと、主力銘柄であったりとか、一部高配当銘柄の自立反発が強烈に入ったなっていうイメージ。で、個別銘柄ごとの動きを見ると、さっき言ったアドバンテストであったりとか、5日の25日ゴールデンクロス組みそうだからもうちょっと上がりそうなのかなって感じもするし、トヨタ自動車であったりとか、あとフェロテックも上がってるね、これね。で、レーザーテックも2.6%上昇。全体的に大きく上がってるんですよ。大きく上がってる。まあ強かったですよね、今日の相場は。石油関連。まあね、ちょっと陽線久しぶりに引いたねぐらいですよね。海運株、川崎、日本郵船、商船三井とかも、まあ一旦自立反発が入ったぐらいかな。で、まだ何とも言えないんですよね。チャートがなんか切り返してくるような形なのかどうかっていうと、なんかただ単に売られすぎてたんで、ちょっとその元に戻ったぐらいなのかなっていうところで。だからちょっと疑心暗鬼ではある。なので、フルマックスで、資金を僕も突っ込んでるわけではありません。今日に関しては。ある程度の金額は入れたけれども、しっかりとキャッシュポジションであったりとか残してるから、で、信用に関しては、維持率は依然として高い状態なので、そっちはね、どっちかっていうとデイトレ好きなんでね、そっちで使ったりしてますよね。そんな状況かな、そんな状況かな。じゃあ次に見ていくのが、ドル円。149円の前半まで戻ってきてるんですよ、また円安に。為替介入入ったんじゃねえのみたいな感じで思うんだけどね、ここあたりね。もう噂通りね。ただ、もし為替介入が入ったとして、するならば、もうその効果全然ないよねっていう状態。149円台で動いてるんで。もう根本的なところがもうまずか、そもそものところ解決しないし、アメリカの金利も爆上がり状態なんで、で、アメリカの雇用統計も金曜日に控えてるわけじゃないですか。本チャンスそこなんですよ。昨日の晩の民間雇用統計じゃないから、まだそこが出てくるまでは、ドル円は、やっぱし、ポジション上にも下にも取りにくいのかなっていう、そういった感じがしますので、ワンチャンアメリカの雇用統計を過ぎて金利がバーンってまた上がって、失業率とかも下がってね。それでまた金利上がってドル円が円安方向に行ったら、元も子もないんでね。でもそこあたりを睨む展開が金曜明日まではまだ続くのかな。動くんだったら来週、明日の晩からかなっていう感じがしますよね。で、ただね、やっぱし円安進んでる関係で、海外投資家からすると、日本株は安くなってるんですよ。これですね。ドル建ての日経平均、日経平均割ることのドル円、為替の変動リスクを考慮した日経平均がこれなんだけども、海外投資家が見てる日経平均はこれです。下落のスイッチはピンクのライン。そこを割った時点で海外勢の売りのスイッチが大量に入りますと。ポチってね。で、それで下がって、上がって、下がって。もうここにタッチした段階でも売ってるんですよ、海外勢は。で、今、下がって200日ライン割ってきてるんですよね。で、バフェットさんが、要は日本株買い増しみたいな感じのね、検討みたいな感じのニュースが飛んだところあたりの水準まで戻っちゃってるんで、バフェット効果は消失っていうタイトルの記事が、昨日ね、X 上でも飛んでたりしましたよね。で、まだね、これ、一旦反転上昇入ったんだけど、まとめしただけなんだよね。なんともまだ言えないんですよ。だから僕もやっぱし、疑心暗鬼になりながら、ただ、ここから上がったら上がってくれる可能性も一応あるかなと思ってるんで、一応打診、要は下がることを想定しつつやってます。上がってくれて嬉しいけどね、今日ね。ちゃんと実利も吐き出したんで、余裕を持ちながら一応やってるような形かな。で、あとそのドル円、ドル建ての日経平均がとりあえずこんな形なんで、まだ海外投資家、ここあたり売ってる可能性が高いよねっていうふうに思うんだけど、じゃあその他の指標を見ましょう。トピックス、今日2%上がってるんですよ。2%。日経平均よりも若干パフォーマンスいいんですよね。ストキャ、RSI、MACD。まあ、RSI 売られすぎのラインぐらいまでちょっと入ったところから一旦切り返してきている。ただバンド奥なんだよね。日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドを形成している中で、5日移動平均線までの軌道修正、下の青のラインから日足が離れてるわけでもない。ということは、やっぱしそのバンド奥、日柄調整が入ってパラボリック MACD が上昇トレンドを形成すると、ボリ板の中央線25日前の軌道修正は起こりやすいよっていうテクニカルを
参考にしていかないといけないわけでしょ。で、マザーズに関してはちなみに 3.34% 急伸ですね。はい。まあ大きく売られてたからね。ただ、日本の10年債利回りが今 0.802% まで上がってるし、アメリカも高いので金利。グロース株は全体的な、やっぱしマーケットの動きからすると、弱含みやすいのかなっていう。まだ短期でこう売買みたいな、いう、そういった状況になるとは思うんだよね。なると思うんですよね。はい。じゃあ、ここあたりを踏まえた上で、米国株はどうだったの？ニューヨークダウは、0.39% 昨晩上昇ですね。で、S&P500 に関しても200日ラインで一旦ね、買いの手が入っている状況。パラボリック、MACD、まだゴールデンクロス上昇トレンド形成してない形かな。25日と100日のね、デッドクロス形成が近いんでそこは気になるんだけども、ただビックス指数、市場のファンシーに表す恐怖数、ここの下落トレンド入りが上昇のサインとして、機能する可能性が高いので、そこのサインがね、入ってくれたらちょっと目先自立反発入って面白くなるかなっていうふうに思ってます。はい。これ市場の不安心に表す恐怖数、ビクス数って言って、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、上昇すると。その反面株は急落します。ビクス数が急落すると逆に株は上がりやすいよね。このパターンがあるんだけども、すべての急落急騰のスイッチは、ここもと数年何度も出てるんですけどね。ビックスのマック D、デッドクロス、ゴールデンクロスから来るんですよ。ビックスのマック D、ゴールデンクロスを形成で株は急落。ビックスのマック D、デッドクロス形成で株は上昇。このパターン。何度も何度も今まで、何年、ここもと数年間出てると。コロナショックの時もこれです。ちなみに。はい。9月の19日と、8月の25日と、9月の20日、デッドクロス、ゴールデンクロス形成ですね。このタイミングでニューヨークダウももうラインも引いてるんだけど、8月の25日から一旦上昇、急落は9月20日からバーンで下の方に下がりました。で、日経平均もそうですと、8月の25日から本格的に上昇で、9月の20日から急落、ビックスのマックディ、ゴールデンクロス、デッドクロス形成。このパターンは本当に過去ね、何度か見てほしいんですよ。で、詳細の動画はこの動画を最後まで見てもらうと、サムネイルが画面にバン出てきて、爆撃戦略3というタイトルの動画が出てくると思うので、それをね、最後にクリックして見ておいてほしいんだけど、はい、そこに、詳しいここの解説動画があります。それでまだ見てない人は必ず見ておいてほしいんだけど、ということは、やっぱし、ここからさらにもう一段だがするためには、ビックスのマックディ、デッドクロス形成というのは、必要条件となり得ると僕は思ってるんですよ。必須条件どれ？一旦ボトムアップしても、デッドクロス組むとそこからもう一段高しやすいから。なので、そのスイッチが入ってくれたらこっちのもんなんだけど。まあ、だから日本株もそうですよ。はい。なんで打診から入ってるのって言ったら、ここはまだデッドクロス組んでないからです。で、デッドクロス組んだら確認して、もう一回こう行こうかなとか。そういった風に思って僕はやってますね。はい。そんな感じです。じゃあ次に、ナスダック 1.35% 上昇。マックリゴールデンクロス組んでって感じですね。で、ソックス 1.43% 上昇で、まあ、デッドクロスここだけですよね。組みそうになってるのが。マックリゴールデンクロス形成。RSI。一応上値ライン。ここのライン引いとくんですけど、ここまでの上昇は入るかもしれない。まだ。グロース株強いですよね。アメリカはね。強い。で、セクターローテーション、GBU バイリス。アメリカのグロース株指数あることのバリュー株指数。上がるとグロース株優位、下落するとバリュー株優位っていう風に判断するチャートなんですけど、はい、今上がってるので、アメリカはグロース株優位にマーケット動いてる状況が続いてるんですね。で、個別銘柄ごと、まあ、セクターごとの動きを見ると、一番下がってるのがエネルギーセクター。3.36% 急落。なぜなのかっていうと、WTI 原油が今84ドルまで急落してるからですね。はい。なのでエネルギーセクターの株の下落が強烈にね、今入っているよっていう状況です。強烈に。で、その他のセクターを見るんだけど、あともう一セクター下がってましたよね。公共株、はい、小幅に下落ですね。もう相当下に突っ込んでますよ、ここも。やっぱそのアメリカの金利が高いので、バリュー株に投資する意味がないですよね。高配当銘柄に投資するんだったら債券買った方が金利高いんで、はい、安定資産とリスク資産どっちがいいのって言ったら、やっぱそのリスク資産の方ですよね。そっちにやっぱ資金がシフトしちゃってる。で、一番上がってるセクターが一般消費財 1.97% 上げ。で、コミュニケーションサービス、
インフォメーションテクノロジーセクター、マテリアルセクター、不動産セクターも一旦自立反発って感じかな。で、さっき言った通りアメリカの金利が若干下がったんで、で2年債利回り5.048%まで下落。で、アメリカの5年債利回り4.715%、10年債、20年債利回り。ちょっと上髭伸ばして、一旦横横の動きが3日間ぐらい入ってるんですよね、日柄調整が。金利の上昇一服感をちょっと意識されて、はい。全体的に今、少しね、自立反発が入ってるような形ですよね。金利が下がってくれたらもうちょい下がるんでしょうけどね。株がね。だからもうそれはもうさっきも言った通りアメリカの雇用統計次第っていう状況かな。じゃあ個別銘柄ごとの動きを見ましょうと、主軸銘柄どうですかと。アマゾン1.83%上昇してます。でもこれまだね、デッドクロス組みそうだからね、なんともいないんですよね。デッドクロス組んできてるんですけど、ここあたり。ストッキー RSI マックディ。まあまあまあ、中途半端って感じかな。で、アップル0.773%上昇、マックディゴールデンクロス組むんで、ちょっと上の方に上がりそうだね。アルファベット2.23%上昇。これね、嬉しいんですけど、これ5日と25日がゴールデンクロス組むなら上昇波動は継続かな。継続かな。ただちょっとダイバージェンス効果っぽいものは出てるので、上がってきた段階で、ここのラインで頭取ってまた下がらないかどうかはちょっと注視。で、マイクロソフト1.78%上昇。ここもマックにゴールデンクロス形成しそうになってるんですよ。ここデッドクロス見え隠れしてるんだけど、で、テスラ5.93%急伸でしょ？ 100 日移動平均線と5日移動のデッドクロス形成が入んなかったら、まあ、まだ上の方へ続く可能性があります。はい。NVIDIA 1.2%上げ。悪くないですよね。で、下げてる銘柄は、さっきも言った通り資源株、エクソンモービルであったりとか、あとズーム、シェブロンもそうですね。で、アルコア、ファイザー、キャタピラー、ボーイング、はい、ジェネラルモーターズ。もう見てもらった通り、バリュー株ですね。はい、弱いという状況が続いてるかな。で、あとその、欧州市場とかももちろん見とかないといけないんだけど、ユーロストック50が0.27%上昇ですね。で、ここデッドクロス組むんですよね。これがどう入るか。で、さっきビックスの話したんですけど、アメリカのマイナー SQ 州が今月来週3週に来るんですよ。で、その SQ 州にビックスの MACD ゴールデンクロスを形成したまま入ると、その州ちょっと荒れやすいっていう期待値があるので、そこだけ注意。第3週。もしかすると来週いっぱいこう反転の動き入るかもしれないけども、その翌週以降また下がってくるかもしれないね。っていうのはビックスのトレンドの次第でちょっと動きが変わる可能性があるので、そこだけはしっかりチェックしておいてほしいかな。で、香港ハンセンはちなみに0.13%上昇ですね。でも気持ち悪いよね、ユーロストックね。で、皆さんどう思います？まだ欧州市場下がると思うんだったら下がるとか、よかったら皆さんの意見をコメント欄に入れててもらえたらなと思います。まだね、ここの形に似てきてるからね。はい。ピンクのライン、200日ラインと長期のラインがデッドクロス、断続的に入って下向きに下落してるんですよ。で、その、デッドクロス形成が200日、入り始めてるんですよね。入りそうになってるんですよね。で、ここから欧州市場を中心に、下がってくるってなってくると、ちょっと問題なのかなっていう感じがする。ただ、原油が今下がってるっていうのは、ポジティブ。84ドルまで、直近92ドルぐらいまで行ったところかな。なんでかっていうと、今回の、要はその一連の下落の流れの起点は、おそらく原油だからです。WTI 原油。はい。原油が上がりました。なので、2024年、2025年以降の金利見通しが引き上げられました。インフレがまだまだ続くかもしれないっていうところでね、原油も上がっちゃってるし。はい。で、その関係で、金利が上がっちゃったんで、円安加速もしちゃったわけでしょ？で、金利が異常に高いから、アメリカ株も売られましたと。バーンって。で、欧州市場も売られたわけですよ。欧州市場も。原油が高かったらやっぱしネガティブなんでね。で、日本株も合わせてもう抱き合わせるような形で、はい、月初からどん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 売られていく流れの中で、欧州市場の5日移動と200日のデッドクロス形成が大体もう9月20日ぐらいに組まれて下がってるんですよね。なので、僕個人で言うと、アメリカの金利が上がって米国株下がったねっていう意見もあるんだけど、チャート的な形で言うと、欧州市場も結構崩れてるから、そっちの影響もでかいよね。
全ての起点はおそらく WTI 原油から来てると思うんですよ。なので原油が下がってきてるってところで、ちょっとね、買ったってところもあります、僕は。全てのその起点、今回の下落の起点となったところはおそらく原油なんじゃないかなっていうふうに、思ってはいるから。アメリカが年内もう一回利上げするのはもう規定路線ですからね。もうほぼほぼというかもう織り込まれながらもう動いてたんで、うん。で、あとそのビットコインが412万まで上がっていて、リートに関しては今日反転上昇ですね。アメリカのリート 1.22%、日本のリートもまあ 1.34%、一旦大きく急落したんで、そこからもう買い戻しの手が入ってるような状況かな。はい。そんな感じですね。なので現状のマーケットの動きを見たんですけど、個人的にはここから上げてほしいと思ってます。ただ、そのためには、ビックス指数の MACD、デッドクロス形成が必須条件として、成り立たないといけないと思っているので、なので、フルポジで望んでるっていうわけではない。で、これで上がったとしても、トレンド確認してから入っていけばいいだけだと思っているので、別に、なんともないですね。はい。大底拾わなくても、トレンドさえ掴んで乗れたら、そこから収益は期待できると思っているので、別に焦ってはいないです。ただ、欲しい銘柄が、大きく下がったんで、はい、ちょっと打診の方からスタートして、買いの手を入れてるっていう感じから分散して。で、下がったら、なんかもうマーケットがまだだなっていう形になったらすぐに損切るし、そこまでの下げじゃないな、だけどちょっと下がってるなってことやったらまた買いましたかもしれないし、はい。そういった形で一応考えてはいます。で、まあ、ドル円に関しても、もう金曜日、とりあえずアメリカの雇用統計が明日発表されるので、そこ次第でまたね、ブレてくるとは思うんですよね。なのでそこだけしっかり押さえておいてほしい。です。はい。もうすべてはビックス指数のトレンド転換っていうところ、そこが起爆剤としてなり得ると、僕は思っているので、よろしくお願いします。なのでまたね、何か動きあったらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、最後よかったら皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいてもらえるとすごい嬉しいです。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会やってるってさっき言ったんですけどね、6ヶ月 20% オフクーポンは、下の概要欄かな、説明欄のところにありますから。で、まだ爆撃戦略3の、動画かな、ビックスの解説動画見てないって人がいたら、この後、この画面に出てると思うので、サムネイルがですね、その中の爆撃戦略3っていうやつをよかったらクリックしてね、確認のほどよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。撤収。